こんにちは、木曜新美術館です。今回のゲストはですね、キャラクターデザイナーでありイラストレーターであり漫画家、そしてあのマクロスガンダムというもうとても燦然と輝く作品に参加されていらっしゃる三木本春彦さんです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まず、はい、三木本さんの人柄といいますか、はい、どんな人なのっていうのをですね、知りたいと思いますので、はい、ぜひですね、これ三木本さん、これ少年時代はどんな少年だったのか、そこから、はいはい、子供の頃はですね、はい、いつ頃までかな、一人っ子だったんですよ、ええ、ですから中学校ぐらいまでは割とこう怖いもの知らずというか、はい、まあ、良くも悪くも伸び伸びやってましたよね、うんうん、で成績もまあそこそこ、はい、そうですよね、良かったですし、はい、ですからみんながその高校受験で勉強してカリカリしてる中で、あのアニメーションを見てワイワイ騒いだり、アニメスタジオに遊びに行ったりとか、そういうことをしてましたので、まあ結構周りから煙たがられてました。あの、はい、絵は描いてました？絵はもう描いてましたね。ですからあの兄弟いなかったので家で一人でアニメやなんか見て、うん、あと漫画とかを見て、うん、そういったものを模写してたりすることっていうのが多かったので。当時見てた漫画ってどんな漫画？いや、今の若い方なんか分からないんじゃないですか。それこそ有名なところで言えば鉄腕アトムとか、はい、鉄人28号とかですけれども、はい、まあ、僕は鉄人の方が好きだったんですが、当時は、はい、横山さんですね。横山のステル先生ですね、はいはい、であとはスーパージェッターとか、はい、本当に子供の頃ってそういそのあたりですかね。いや、僕も割と共通の時代なので、あ、はいはい、もう書いてました。あとはその後少し経ってその自分でお小遣いでその漫画の単行本を買えるようになってからはやっぱりサイボーグ009とかね、はい、そのあたりをやっぱり買って夢中で読んでましたけど、はい、ただちょっとあの入り方が屈折してましてあの子供の頃その例えば鉄人とか、はい、鉄腕アトムとかって自分で本を買えなくて、うん、親が買ってきてくれるわけですが、はいはい、雑誌ではなくてあの当時これぐらい薄くて A4 半径ぐらいかな、 B5 か A4 半径ぐらいのその今でいう単行本ではなくて、はい、なんかこうまとめたものがあったんですけれども、うん、それを親は買ってきてくれるんですが、はい、別に親は中身を読んでるわけではないので、買ってきてくれると大体あれ1冊で1エピソードが終わってないんですよ。前編後編次があるわけですね。で大体買ってきてくれるのは前編、はい、で話が分からないままあと読めなくなってしまって、でたまに後編を買ってきてくれると前編完結編に続くっていうのになっててまた終わってないとか、なるほど、そんなことばっかりで、ですから子供の頃はもう本当にあの読んで話がどうなったのか分からないものばっかりで、はい、だから自分でお小遣いで買うようになるまでは読みかけばっかりでしたよね、はい、で009なんかもそこは自分で単行本でお小遣いで、はい、お小遣いとかお年玉もらった時に本屋さんで買うようになったんですが、その時もやっぱりその買える時に読まないと話のオチがわからないっていう恐怖感があって、うんうん、ですからその終わってるものから買うんですよ、買ったんですよ、うん、ですから当時だと009が多分6巻まで出てた頃からな、はい、あのサンデーコミックスっていう秋田書店の、はいはい、それを買い始めたのはまず4巻、うん、4巻ってあり1冊で確かあのミュートサイボーグ編っていう、はいはい、1冊で終わってるエピソードだったので、うんうん、4巻じゃ3巻からか、3巻がベトナム編でやっぱり1冊で終わってたので、はい、それを買って、その次に4巻がやっぱり1冊で独立してるんで4巻を買って、うん、でその後地下帝国編の6巻、要するに後編の方ですね、はい、後編の一応完結を見て、ええ、そこから前の5巻を買って、なるほど、その後1、2と買って、その後続巻で7、8って出てきたんで、はい、まあ、だんだんそれを出るたびに買うようになるということ。そこから始まってるわけですね、うん、ですから今もうその例えばドラマとか、はい、映画でその、まあ、普通オチを話されると怒ったりとか、うん、いう方多いと思うんですけど、これ割と、まあ、基本的にはあまり知らずに見た方がそれは楽しめるので、
知らないで見るようにはするんですけれども、まあ、何かの弾みで知ってしまったからといってさほどがっかりする方ではなくて、ね、うん、それはそれで楽しんで、まあ、漫画が好きな人は繰り返しね、読みますからね、まあ、あとはね、はい、最後 の終わり完結に至る過程も、ね、はい、楽しめますので、はい、もうそういう意味ではある意味作り手になってる感じがするじゃないですか、なんか、うん、まあ、そこまでは、ね、感じないんですけど、はい、でも、まあ、漫画はそういう形 ですから、今と違って本屋さんで立ち読みができましたので、はいはいはい、だからまあどれぐらいだろう、本屋に1回出かけると2時間とか3時間もうあれやこれや立ち読みして選んで、はいはい、子供の時ですから1冊買うのが、ね、精一杯で、うん、そうですよね、どれを買おうかって迷って、はい、っていうそんなことばっかりしてましたよね。そんな春彦少年がですね、はい、この実際にこの、ね、プロの道に、はい、歩み出すというか、ええ、まあ、意識したのはどのぐらいの時なんですか。あの、最初はあれですよね、はい、あの絵とは違う道を歩もうとされたわけですよね。いや、その頃ってもうその自分が先行きどうするなんていうの考えてませんでした、ね、全く、はい、だから将来何になりたいっていうのも全く考えたことありませんでしたし、はい、だから強いて言えばその高校に入って、はい、うん、高校に入る前か、中学から高校に行く段階で、あの別の私立の別の学校にも受かっていて、はい、でそちらの学校だと確か法学部が割といい大学だったので、はい、で、まあ、強いて言えば何か興味あるかって言われたら当時だとその弁護士とかそちらの方に行けたらいいかなっていう気持ちは少しあったんですけれども、はい、まあ、それはもう親の猛反対食らいまして、なぜ、うん、うちの父が当時ちょっとその機械の組み立てといいますか下請けの工場を経営していたものですから、はい、まあ後を継がせるにあたってやっぱり技術屋にしたかったんでしょうね。なるほど。ただ僕の方は全くそういう素養はありませんので困ったなという、はい、ただかなりその頑固な父でしたんで、はい、もう話す余地がないんですよ、うん、もう自分の言った通りにやらなければもうお前は家を出ていけみたいな形のそういうタイプの人でしたので、まあまあ、とりあえず言われるままになってるしかないっていう、うんうん、そういう状況でしたね。そして慶応の工学部に入られる、うん、まあ、それで工学部に行かされたわけですね、はい、でも途中から変わられるわけですよね、うん、変わったっていうよりも工学部に行く以前から、うん、高校の1年の後半ぐらいかな、はい、あの慶応って下から上がってくる人たちがいるじゃないですか。で、はい、その人たちがもうアニメとか、まあ、主にアニメだったのかな、うん、アニメとあとメカが好きな人が、はいはい、もうグループで当時何人かな 5,6 人いたんじゃないのかな、その上下から上がってきたこうグループになっている、はいはい、それがだからあのマクロスの監督の川森くんであるとか、なるほど、あと、細野くんは僕らと同じで高校から合流なんですけど、はいはい、まあ、川森くんであるとか、あとは自動車のデザイナーに なった原田くんとか、はい、あと小川モデリングっていうあの映画の立体とかを自作ってる会社をやっていた小川くんとか、はいはい、そういう人たちは下から上がってきたグループで、もうその時期からそういうもう仲間がこう集まり始めてる。そうですね。で、僕らはあのそういう知り合いがいなかったわけですけど、あのクラスが多いんです、そのグループが散らばってるわけですよ、はい、そうするとうちの組ちょっと面白そうなのがいるぞみたいな形で、まあ変な言い方ですとスカウトされてちょっと放課後集まってるから来ないみたいな感じで、それでこう呼ばれて、だから僕とかあとはその漫画家の細野くんとか、あとはシナリオライターの大野木くんとかっていうのはその高校で合流した口ですよね。よくやっぱりまあドーンと出る人はまあ若い頃からね、まあ出会いがあるような場面ってすごくよく聞きますけども、そういう状況だったんですね、うん、まあ、ちょっと微妙にニュアンスが違うかなと思うのは、はい、僕なんかの目から見ると例えば細野君であるとか、はい、川森君であるとか車のデザインやってる原田君とかっていうのはもう出るべくして出るみたいな、もう会った時からもうとんでもなくうまいっていうか、そういう感じでしたけど、僕なんかはもうそういう感じではなかったので、彼ら当時から ものすごい勢いで絵を描くわけですよ、はい、とにかくそのスケッチブック、うん、もう100冊とか200冊とか、ええ、そういう桁でもう書き潰していってるわけですよ。すごいな。で、僕はほとんど1冊も書き潰してないぐらい大した量を書いてなかったので、はい、それこそ授業中にノートの隅にちょっと顔だけ書いてるぐらいで、はいはい、だからそういうすごい馬力の人たちがそばにいたので、うん、なんか多少書いてないと
立場ないなみたいな感じで、かなりそこで影響を受けてるわけですよね。そうですね、そういった意味ではちょっとこう引っ張ってもらえたみたいな感じがありますよね。はい、それでもう気がついて、そのグループというかでもう何かやっていこうっていうのはもう勢いがついた。いや、まだそんな意気込みはなかったです。ただまあ面白かったのは、その下から上がってきた連中がそのスタジオヌエを当時、あの宇宙戦艦ヤマトをきっかけに見つけていて、で偶然僕もヌエにはたどり着いてなかったんですが、そのヤマトをきっかけに当時のアニメ制作スタジオうちの割と近くにあったのを知って、そこに中学時代の友達と遊びに行ったりはしたんで、まあその辺で話がこう同じクラスになったグループの一人と話があって、まあそれをきっかけでこう合流したわけですね。なるほど。だからまあ夢が叶ったっていうのは自然にそうなっていったって感じなんですかね。いやいや、夢なんていうんじゃなくて、いや結果的に僕なんかの場合は他にできることがなかったっていう方が正確で。そうなんですか。そうです。だからその漫画家になりたいっていうか、漫画家は今でも僕は別に漫画家ではないと思っていますので、はい、漫画家ではないと思ってるんですか。僕は漫画は基本苦手ですよ。ただお仕事で依頼していただいて、はい、まあ、書く機会があるのであれば、はい、まあ、なるべくこう。じゃあ三木さんは自分の職業を名乗るときにはどういうふうになるんですか。そこは中途半端で、あんまり肩書きはこだわらないというか、あんまりこれっていうほどのものは自分ではあまりないんじゃないかと思ってますんで、ちょっと意外です。ですからまあね、はい、その高校から大学に行くにしたがって、まあ、川森君とか細野君が割と先駆けてプロになりましたので、でそれで僕はそのまあ、細野君の手伝いも、まあ、手伝いというより今考えれば足引っ張ってたようなものなんですけれども、まあ黒ベタを塗ったりとか、はいはい、そういう手伝いを少しさせてもらったり、あとは川森君がヌエに当時宮武さんの下でかなりこうデザインとかの仕事もされ、はいはい、してましたので、そこに一緒にくっついていって、まあ、僕はもう遊びに行ってるだけですね。そこでビデオを見せてもらったり、いろいろこう話を聞いたりとか、でそんなその影響を受けて、はい、どんどん三木本さんはその世界に入っていかれますよね。いや、まだ入ってなかった。入ってなかった、だから本格的に入るきっかけになったのは、スタジオヌエがそのオリジナル企画、アニメーションの企画をやるっていう話が当時あって、でマクロスではなくてマクロスの前身企画っていうのはちょっと前の段階の別の企画があって、でそれでそのまあ、物は試しだから2つ企画が動いてて、その1本は細野君のキャラクターを描いて、で僕はもう1本のちょっとシリアスな SF 調のものの方を描いてみないかって言っていただいて、まあそれはもう練習にもなるしいいのかなと思って、それは喜んでやらせてはもらったんですが、当時細野君の方はもう完成度が非常に高い、当時からうまかったので、もう十分キャラクターデザインとして成立するものを描いてたわけですけど、僕の方はもう人物の立った絵すらログに描いたことがない状態だったんです。顔しか描いたことはなかったので、だからその短期間のうちにとにかくお前まず全身描けるようになれっていうところから始まって、そのあたりでノートにいろいろとこうどんどん描いていくようになって、だからあれでどれぐらいやってたのかな、多分1年ちょっとぐらいかな、そのもう毎日のようにダメ出しというか、もう具体的にここが悪い、いい悪いではないですね、まず全体としてもうまだダメだよ、こんなの物になってないよっていう話にならんっていう段階から少しずつ書かせていただいて、どこがいい悪いっていう次元ではないので、ただまだ物になってないし、絵柄もまだお前の絵柄ができてないっていう、そういう段階ですから、自分でも何をどうすればいいかわからないわけですよ。ただひたすらもうなんとなく書いてるうちに何か出てくるのを待つしかないみたいな、そういう状況でしたので、まあもう本当つかみどころがない状態でしたよね。だからもう何書いていいかわからないっていう、ある意味自分を成長させるためにはすごくいい状況ですよね。まあそういった意味で言うと恵まれてたんですよね、あの人に恵まれてたっていうか、いや今そんな気の長いことやってくれる方いらっしゃいませんからね。ですからそれが途中で今度企画が変わって、マクロスという具体的な企画に変更になって、じゃあそれを継続してやらないかということで、それでまあマクロスをやるにあたってはもう練習期間ではないので、腕はついてなくてもその前のようにノートにザクザクとこうラフを書いてるだけでは済まなくなって、ある程度こう
形をつけなきゃいけなくなってくるじゃないですか、はいはいはい、まあ、そういう要求も出てきたおかげで、まあ、少しずつこう下手なりに形を取るようにしていって、はい、まあ、それでだんだん格好がついていったっていう感じですかね。結果マクロスってあの三木本さんにとってはどんな今振り返ると存在なんですかね。まあ、あれがなかったらね、うん、今があったとは思いませんので、はい、そういった意味ではやっぱり生涯の非常に大きなきっかけの一つではありますよね。それもね、いきなりマクロスですもんね。まあ、ただね、その以前からガンダムでね、やっぱアニメの方にはかなりどっぷりハマってましたので、ね、はいはいはい、でガンダムのキャラクターを得られた安彦、はい、義和さんもすごく好きで、その当時はよく模写とかもしてましたので。ああ、そうなんですか、うん、なるほど。そしてガンダムにも参画されて、ガンダムはそうですね、あの実はそのマクロスとかの企画に参加しつつ、うん、アニメスタジオに通った時に、はい、まあ、それとは別にそのサンライズの方から、はい、その要するにアニメの仕事ではなくて、当時あの何て言ったのか、玩具用のイラストっていうのが、はいはい、今その玩具用のイラストやなんかもアニメスタジオのちゃんとした作家の方が描いたりとか、はいはい、かなりこう上手い絵が多いじゃないですか、うんうん、でもその昔って玩具って独特のなんかこうどこの誰が描いたんだろうみたいな絵が多かったと思うんですが、はいはい、そういったものをちょっと描かせていただく仕事をいただいていて、はい、でその中でガンダムはなんかムックにイラストをちょっと描かせてもらったりしたこともあったのかな、はい、でそんなことしてるうちに、まあ、基本的にはもうマクロスの方が動き出しましたんで、はい、まあ、しばらくはマクロス一辺倒でしたけど、うん、まあ、マクロスが終わったあと、はい、そのガンダムもシリーズを続けていく上で、うん、その富野さんのラインからちょっと違うものをまた 作りたいんだっていうお話で0080の企画をいただいて、はいはいはい、まあ、監督さんはマクロスでもうお世話になった演出の高山さんがやられるということで、はい、あとはね、もともとアマチュア時代から多少そのお付き合いがあった伊豆口さんも参加されてるということで、それで僕も参加することになって、まあ、それでいろいろやらせていただきました。なるほどね、うん、はい、僕は三木本さんの作風というかこのキャラの雰囲気ってすごく、まあ、独特というかね、はい、まあ、なんていうんですかね、もうイズムが出てるっていうか、あれは どういうふうに生まれたものなんですかね、キャラ。いや、それは、まあ、多分そのもともとは漫画の模写やなんかをしているのは先ほど話したように石森章太郎さんから始まったんですけど、途中少女漫画が入ってますよね。ですからあのマーガレットとかあの辺の作家さんの絵の影響を受けていて、当時ですと絵柄的にはその多分多田津陽子さんっていうすごく目が大きいキラキラっとした女の子と、あとは男のキャラクターはちょっと涼しげなかっこいい男性キャラを描かれる方で、はい、その男性キャラも好きで模写したりしてたんですけど、その方とあとは志賀君江さんっていう当時テニス漫画が割とあったのが、はい、ドラマ化されたものもあったと思うんですけど、はいはいはい、その方の漫画が好きで、うん、まあ、絵は模写していて、でそんなことしてるうちにその萩尾元先生とか、はい、滝宮慶子先生とか、はい、ああいうあのそれこそポーの一族とか、はいはい、トーマの心臓とかファラオの墓とか、はい、テライとかそういうものを読むようになって、はい、でそれはそのキャラクターの絵の影響も受けない受けてないっていうことはないんですけれども、受けてるんですけど、はい、やっぱある段階でとても自分の感性では無理だっていう、特にその竹宮慶子さんまだちょっと分かりやすいっていう、はい、分かりやすいって言うと変ですけど、ええ、そのなんかこう理解の範疇なんですけど、はい、萩尾元先生の方だとあの要するに画面全体がもう詩みたいな当時あの、はい、もうパッと見てキャラクターがどうこう、はい、キャラクターも好きなんですけど、パッともう見開き見た瞬間にもう詩の情緒感あふれるなんか詩の世界みたいな画面構成じゃないですか、はいはい、あれはものすごく憧れたんですけど、はい、まあ、これは逆立ちしても無理だっていうところでちょっと諦めて、はい、でもなんか苦し紛れにこう模写とかしてるときに、あの
スタジオの上の宮崎さんとか松崎さんから、はいはい、安彦義勝さんの絵を教えていただいて、はい、当時だとライビーンとかコンバトラーブイとか、はいはいはい、でこれからガンダムが始まるぞっていう時にキャラクターを見せていただいて、うわ、こんなって言うと変ですけど、そのこういうタイプの絵がアニメーションのキャラクターになるんだっていう印象が当時はあって、でやっぱり画面で動いたのを見るとこんな微妙な表情つけとかっていうのは当時は僕なんかは初めてのような感じがしましたので、そういうアニメーションでああいう表情とか微妙な芝居をつけられるキャラクターっていうのはそれはすごくショックを受けました。だからそこからそのとりあえずしばらくその影響一辺倒ですよね。途中あの模写っていう言葉が出ましたけど、はい、もう 見て割と感動するものに関しては模写をする、アマチュア時代はよくやってましたね、はい、片っ端からやってましたね。ああそうですか。ただプロになった時点でそれは一旦もうやらないようにして、ええ、あのほとんど今でもだから人の絵の模写は基本やらないようにして、はいはい、っていうよりもそれはあの別にポリシーとかそんなかっこいいものじゃなくて、やるとね影響もろ受けるんですよ。あ、なるほど。模写してなくても見てるだけでも影響を受ける方なんで、ええ、それで模写なんかしだしたら本当にまんまみたいな絵も描いてしまうので、まあ、それはあまり良くないだろうっていうことで、基本的にはこうちょっと距離を置くようにはしてますけどね。基本的に三木本さんって自分は器用だと思われます？いや、僕は不器用だと思うんですよ。不器用、うん、器用なのはやっぱ今の影響を受けてできてしまうっていう、はい、表現できてしまう感じっていうのはなんか自分の中でそれはでもプロになっているような方は大体皆さんできる方が多いですよ。そういった中で言ったら僕はもう決して器用ではないと思いますよ。そうです。器用な方って特に今の最近の若い方なんかは、うん、自分の絵があった上で今はこういう絵が売れるからってどんどん絵柄調整したりするじゃないですか。そんな器用さは持ち合わせてないですよ。なるほど、うん、マーケティングリサーチをしちゃっとしちゃうわけですね。今の方はねそれやられますから、ね、ここはもうできませんので、まあ、情報量もあるでしょうけどね、うん、そうなんだ。あの三木本さん流にキャラクターを生む心みたいな、はい、キャラクター作りっていうのはこういうもんだみたいなね、もう例えばそのキャラクターになりきって描くのかとか、はい、なんかそういうのないんですか？僕はね、だから、うん、ちょっとこんなこと言うと乱暴ですけど、はい、アニメーションのキャラクターデザインっていうのは、はい、お仕事としては嫌いではない、もちろん好きでやらせていただきますけど、はい、じゃあ得意かと言われると僕は多分苦手だと思います。要するにそのアニメーションの場合ってある程度キャラクターを記号化して、はい、パターン化して見せていかないといけない要素があるじゃないですか、はい、でそれは個人的にはあまり好ましい作業ではないので、うん、むしろ雰囲気の方が好きなので、はい、だから、まあ、嫌いではないんですけど、要するに自分は得意ではないっていうんですか。なるほど。ですから自分で好きな絵を描くときはやっぱりどうしてもキャラクター性が弱まってしまう、うん、だから例えば写真とか見てても、うん、グラビアとかそういうもちろんアイドルとか女優さんのグラビアもそれはそれで好きなんですけど、はい、実は結構どこの誰かわからないような後ろ姿の写真とか、うんうん、そういうのも好きなので、なるほど、だから好きに描いてって言われるとそういうちょっとこう埋没しやすいような人の雰囲気の方が多くなってしまうっていうのかな。なるほど。じゃあどちらかというと世界観を大事にすると、うん、そうですね。ただねそれはあの良くも悪くもでもアニメの関係のイラストとかばっかりずっと描いてきてますんで、はい、それでは成立しないので、はい、やっぱり自然とこうキャラクターを真ん中にポンと描いちゃうとか、はい、そういう習慣はついてますので、はい、そこはちょっとこうどっち立たずというか、はい、非常に曖昧にはなってると思いますけどね。だから若い頃でしたら例えばもうキャラクター寝かせちゃってもいいやとか、うん、後ろ向きでもいいんじゃないって結構乱暴なことを思ってたんですけど、はい、で今もそれは逆に最近の方がありなんだろうとは思うんですけど、はい、やっぱどっか頭の中にやっぱりキャラクター顔こっち向いてないととかっていうのがもう暗黙のうちに刷り込まれてしまってるんで、そこはちょっとかなり意識しないと崩せなくなっちゃってますよね自分で。まあそれはあの年とともに頭が固くなってるといえばそれまでなんですけど、ちょっと自分ではまずいなとは思ってるところですけどね。ただ元々のアイデアは絵で有名なところで言うとあのエッシャーはい、さん の, あの、はい、無限階段というんですか、はい、別のタイトルが正式なのはあったと思うんですけど、もともとその元になっている無限階段というのは別の方ので確かあるんですけれども、うん、その階段をあの素朴にあのいろんな時代の女学生が、まあ、無限階段ですからずっと時代が混ざって歩いているような絵っていうのを作ったら面白いかなっていうのは結構数年前から考えてはいたんですよ、はい、
ただあんまりそういうの書く機会もないし、うん、なんか結構面倒くさそうだしと思ってそれはちょっと敬遠していたんですが、はい、まあ、今回お話しいただいて、まあ、この良くないところですけど、なんかちょっとすぐ肩に力が入ってしまって、うん、普段と違うことをやって自分で失敗してしまうことが多いんですが、まあ、ちょっと普段と違う人ひねりしたものにしてみようかなと思って、その無限階段のアイデアをちょっと今回使うようにして、はい、で元々はねそこにこういろんな年代の女学生がいるだけっていうある意味おめでたい絵だったんですけれども、まあ、今世界状況はね、はい、ああいう状況ですんで、はい、だったらまあそこのおめでたい部分とそうじゃない部分の対比みたいなものをあまり重くならないように隠し味的に風刺的な雰囲気で入れてみようかなっていう、これ背景に都市っていうテーマがあるじゃないですか、はい、これはもう都市と少女みたいなイメージ、まあ、そうですね、はい、これ具体的にイメージしてる都市っていうのはあるんですか？いや、あまりイメージはしてないんですけど、はい、一応あの女の子が乗っかってるのは日本橋のあの銅像のですよね。これは今の少女たちと思っていいんですか？近未来と今と、うん、それこそ昔のあのモンペ履いてる子も入れてますんでね、はいはい、もうちょっと本当はいろんな時代混ぜたかったんですけども、ちょっとそこまではいろいろ書き込み余裕がなかったので、だから一部 版元といいますか、書室のところには了解を得てますけれども、他のイラストからキャラクターの部分だけ抜いてちょっとはめ込みさせていただいてますね。今回そのまた背景に NFT というあのキーワードがありますけど、NFT は三木さんにとってどんな存在なんですかね、はい、今のところ。ここはね、 NFT データは何年ぐらい前かな、あれコロナの前、うん、多分だから4年か5年前かな、はい、にあのゲームの仕事で誘っていただいて、うん、それで、まあ、そのゲームまだ継続してるはずですけど、はい、参加させていただいて、はい、で当時よく NFT データって言われても、当時は、ね、NFT データという言い方はされなかったか、あのブロックチェーンという言葉の方が前に出てきて、去年ぐらいですもんね、うん、NFT が前面に出てきたので、イラストレーターにもその、うん、転売された時に全部追跡できて、はい、きちんと分配されるんだよっていう、はい、あとはまあそのゲームの場合ですと仮想通貨を使って、はい、そのユーザーの人もいくらかその仮想通貨を自分で収入として得て、はい、まあ、それをその現金化することもできるので、例えばスマホを持っている国 の例えばあの、うん、ちょっと貧しい国とか、はい、そういう人たちもスマホは今みんな持ってるんで、はい、そういう人たちがゲームをやることでちょっと収入にもなるんだよっていうお話で声をかけていただいて、はい、まあ、それで参加して、まあ、あんまり点数は当時1点しかまだ書かせていただいてないんですけど、うん、まあ、それで一応経験はしていたので、はい、ただそれ前はね、そのゲームの中で、まあ、要はゲームの中のカードのキャラクターですから、うん、こうゲームの中での使い勝手とかの付加価値があるわけですよ、うん、まあ、それを狙ってこう売買されるわけなんだと思うんですが、はい、ただ今回の場合はそういう付加価値があまりないので、いや自分の絵なんかが どうなるのっていう、そういう興味はありますけどね、はいはいはい、あの NFTやっぱり今世界的な広がりがあって、はい、まあ、ブロックチェーンをベースにしているので、はい、いわゆるグローバルな視点というのを持たないとなかなかいけないと思うんですけど、もうまさに世界にもう影響を与えるというか、みんながね三木本さんのこの絵を見て、はい、結構やっぱりモチベーションが上がるんじゃないですか。何ですかね、NFT 発展のためにただまだ NFT データ、まあ、いろんなところで今声ね上げる方多いんですけれども、はいはい、まだ正直絵描き、まあ、僕なんかの場合あまり追っかけて研究しているわけでもありませんので、うん、まだ正直よくわからないなっていう要素のが多いですよね、うんうんうん、もうでもダメなんです、あの最近イラストを描いても1日経つと、ああもうダメだこれはみたいな感じになってしまうので、はい、もうどこ直したい、あそこ直したいっていう気持ちの方が先に立ってしまうので、もう結構時間経ってしまってます、はいはい、どうしたらもうちょっとマシになるのかなとか、そういう方に考えるようになってしまいました。でもまた一周回って、あ結構いけてんじゃんっていうような感じはご自分の中でないんですか、作品に対して。それはね、絵全体に対してはあまりないですね。あ、そうなんです。ただ、はい、やっぱり時代時代で絵柄が変わるじゃないですか、はいはい、そうすると
例えば画集やなんかを作るときに、うん、昔の絵を見るともちろん直したいところも多々あるんですけど、うん、あでもこの頃の絵柄は今と違ってちょっと元気だなとか、はいはい、やっぱ若いなりにそういう勢いはあったんだなっていうことを感じることはありますよね、はいはいはい、だからそう画集の時はそういった勢いはその部分は手を入れずに、うんうん、もうちょっと明らかにおかしいだろうっていうところをこうちょっと修正したり調整させていただいて、はい、まとめるようにはしてるんですけどね。なるほど。あの三木本さんにとってこの都市っていうテーマは、はい、どうだったんですかね。いや都市はねほとんど最近都心なんか出ませんしね正直ピンとこないと言いますかピンとこないですか。もうお休みって言ったらもうそれこそあの埼玉とか、はい、栃木とか群馬とかそんな方ばっかり言っちゃいますからね、割と郊外とか田園風景とか、はい、そっちの方が好きなので。なるほど。あとはちょっとその先日もちょっと言ったの霞ヶ浦 の, 方のちょっと寂れた風景とか、うん、そういうところぶらつく方が好きなので。なるほど。まあ、たまにこう今日みたいに都心の方に出てきますと、ね、はい、もうなんか時代が変わったなとか、うん、なんか非常にこう普段と違う世界に紛れ込んでしまったような気がして落ち着かないですよ。なるほど。道にも迷いますしね。でもそれもまた三木本さんの都市っていうか都市感っていうかまあそうかもしれないです ね, ね、うん、面白いですね。僕はもう都市とかバリバリなんかお好きとか、うん、なのかなというふうに思って。ああ、全然仕事以外では寄りつかないですほとんど。あ、そうなんですか、ええ、はい。こうすりゃいいんじゃないっていう、こんな感じでなんか捉えればいいかもよっていうようなアドバイスみたいなのがあると。いや、僕はもうそんなだからたまにそのイラストとかのコンテストみたいなもの、はいはいはい、審査員みたいなものを頼まれることもあるんですが、その時も必ず前もっていうのは批評とかそういうのできないし、最後の審査って割とある程度選ばれた人を見させていただくので、はい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 、うまいんですよ。おいや、こんなの同じ土俵で書けって言われたって俺書けねえしっていう思うようなものが多いので、だからそういう評論とか批評はまあ極力しないように、はい、ただね、その自分も含めてですけど、もう今特に CG が誰でも使えるようになってたら、はいはい、あの若い人はもちろんですけど、もうこれからっていう人 もうどんどん技術は上がる一方ですので、うん、だから僕なんかはもうすでにそれに追いつけない状況ですから、まあ、その中でじゃあ人と何をもってこう自分なりのものを作っていけるか、うん、なんか分かりやすく言えばこれは誰の絵だってどうやったらパッと見て分かってもらえるかとか、うんうん、そこはやっぱり普段重きは置きますよね、はいはい、ただね、あのよくありがちな話で年を取ると若い人の絵がみんな同じに見えてきちゃうっていう現象もありますので。なるほど。自分が違って見えない人も今の若い人から見ると全然違うじゃないですかっていうこともありえますので、あまりそういうことばっかりこだわってもしょうがないんですけど、ただ今とにかくいろいろできることが多くなっているので、昔のね絵の具で描く場合だと本当にこう絵の具使い慣れるまでに時間もかかりますし、でも最近ですとの親戚なんかでもやっぱりこう、まあ、今もう社会人になったぐらいかな、やっぱり漫画とか今ね若い人多いので漫画とかイラスト好きで、学生時代に描いてるの1年ぐらいちょっと見せていただいて、要するにうちの奥さんの方の親戚なんで、はい、奥さん経由でちょっと見たら、もともと手書きだったのが CG を使い始めて1年ぐらいでベラボンに上手くなりました、はい、だから今の吸収力ある年代っていうのはこの速度で上手くなるんだと思って、はい、だからそれはもうすごいなと思うと同時に、いやこの年代でやってなくてよかったもうこんな中に混じったらとてもじゃないけど追いつけないよと思って、まあ、そういった意味で言うと、まあ、年取っててよかったなと思いましたけれども。なるほど。だから若い人はやっぱそういうスピード感も今何事もね、その躊躇せずにどんどんこう取り入れて自分のものにしていかないとやっぱ追いつけなくなっちゃうのかなっていうのは感じましたし、まあ、それはそれで怖さでもあります、はい、まあ、ただまたね全く別個の方法を取るのもね、うん、面白いと思いますし、うん、あえて手書きでいくのも悪くはないと思いますし、そうですよね、うん、はい、いろんな画材とか単にね絵って別に鉛筆で描かなきゃいけないわけじゃないし、絵の具使わなきゃいけないわけでもない、もっと違う何かで作っていってもいいわけですから、はい、そういうものを見つけていくっていうのもありだとは思いますけど、はい、僕はあの三木本さんに今日お会いする前はね、はい、三木本さんは割ともう自信を持ってですね、はい、かなりガンガン行かれて、俺はもう巨匠なんだみたいな雰囲気かなと思ったんですけどものすごく謙虚な、いや、コンプレックスの塊ですよ。
本当に。だからもう最近は人前で書くの嫌ですしね。そうなんですか。あの色紙とか書くのも嫌ですしね。だからもうなんか自分の絵を必ず書いてほしいですよね。見るのは非常にしんどいというか、特に CG になって非常に危険な部分ですけど、もう昔のものを見返すとどこを直そうとか、もっとこうした方がいいなとか、そういうことばっかり考えちゃうんですよね。はい、はい、そんな三木星さんの何て言うかな、人と柄を本当にちょっと垣間見れた感じが嬉しいなという、今日でしたっていう感じですね。ありがとうございます。どうもありがとうございました。